ベルメハ島は16世紀から20世紀にかけてのいくつかの地図においてメキシコ湾のユカタン半島の北海岸に記載されている島である。1914年の地図に記載されたベルメハ島。アメリカが領有権を主張と書かれている。この島は16世紀の著名なスペインの地図、作成者によって近隣諸島との位置関係が正確に記載されていたが、 1997年の調査では、その位置には島が見つからず、メキシコ元老院の要請で、メキシコ国立自治大学が2009年に実施した広範な調査でも同様であった。この島が実在するなら、メキシコ湾のホヨスドドナにおける石油の採掘権の境界がメキシコ側に有利なように決定することから、2008年後半からこの島への関心が高まった。 この島は1539年にマドリードで出版されたアロンソデ・サンダイ・コールクルスによるこの地域の島の一覧へるユーカタン・イー・イースレス・アッティ・センティーズで初めて言及された。その正確な場所はアロンソデ・シャーベスによるエスペホデ・ノベガンテスに記載された。シャーベスは遠くから見た島の様子として赤みを帯びた小さな島と記載している。 フランス系メキシコ人の作図家、ミシェル・アントチュー・コルファによると、1844年のイギリスの地図で、島が約60ファゾム沈没したことが報告されている。現在島が見つからない理由として、初期の地図制作者が存在しない島を誤って観察式祭したという説、海底の地形の移動により場所が変わったという説、海面の上昇により水没したという説のほか、 アメリカ合衆国に割り当てられる経済水域を拡大するために CIA が島を破壊したと主張する陰謀説も存在する。ありがとうございます。